はい、皆さんこんばんは。今ですね、小林市の井出の山に来ております。ここに何しに来たかというと、ホタルが見れないかなと思って来てみました。で、ご存知かどうか分かりませんけど、この井出の山はですね、ホタルは一応保護されてまして、通常はですね、ホタルが見れるところが閉鎖されてるんですけど、ちょっと閉鎖されてないところで撮影できないかなと思って来てみましたので、ちょっと行ってみたいと思います。今日は月明かりで、足元が暗いかなと思って来てみましたけど、割と明るめですね。撮影はポケット3の、低照度モードで、撮っておりますので、これで映るかどうか分かりませんけど、ちょっと行ってみたいと思います。ちょうど下がこう川になってまして、そこの周りにいっぱい飛んでますね。見れるかな、これ。ちょっと暗くて分かりづらいですけど、5月の31日と6月1日にこう一般開放されるみたいなんですけど、その時はどっかここからこう 川沿いに、歩く歩道があって、そこを歩けるみたいなんですけど、今日は入れませんので、外から見てますけど、やっぱこうちょっと木が邪魔で見れますね。川沿いまで来れませんでしたけど、ちょっと中庭のようなところが入れましたので、ちょっと撮影してますが、これ映るかな、結構光ってるんですけど、おそらく今こうライトがついているところが歩道になってて、あそこの近くから見れるんだと思います。山の中までいっぱいホタルが飛んでますね。すごい。
川沿いまで行きませんけど、ちょこちょここう中庭みたいなところがあって、そこは通れるみたいです。いや、月が出てて、なんかちょっと月明かりが邪魔ですね。行けるか。この開放される当日はこの川の向こう側を歩くんだと思うんですけど、たくさんいますね。さあ、ということで今回はこれで終わりたいと思います。この動画がもし良かったと思われたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは失礼します。チャンネル登録をお願いします。次回の動画をお楽しみに。